ユベール・ロベールは、フランスの画家である。イタリアで学び、都市景観画や奇想画と呼ばれる、実在の建物、古代遺跡、それに、架空の遺跡などを描く風景画の作者として知られる。パリで生まれた。父親は、ロレーヌ出身の貴族、スタンビル公爵、フランソワ・ジョセフ・ド・ショワズールの雇い人であった。ロベールは、 ナバレのイエズス会のコレージュを1751年に卒業した後、彫刻家、ルネ・ミシェル・スロッツの工房で学び、スロッツから絵を学び、画家となることを勧められた。1754年に、父親の雇い主の息子、エティエンヌ・フランソワ・ド・ショワズールが、ローマ大使となったのに随行して、ローマに移った。ローマには11年間滞在し、 はじめ在ローマフランスアカデミーに部屋を与えられたが、そこを出た後は、イタリアを訪れた、ジャンクロード・リシャールのような芸術家に作品を、プリ生活を支え、イタリア各地を旅して、景観を描いた。イタリアの古代の遺跡とロベールの生きた時代の人々の、生活との対比に強い興味を抱き、しばらく、ベドゥータを得意とするイタリアの画家、ジョバンニ・パオロ・パンニーニーの工房で修行した。 1765年にフランスに戻ると、画家としてすぐに成功を収め、王立絵画彫刻アカデミーの会員に選ばれた。1767年にサロンドパリに13点のアブライト多くの素描を出展した。その後、サロンへは1802年まで毎年出展した。王室の庭園設計者や美術庫の学芸員に任命され、 王立絵画彫刻アカデミーの表議員にも任じられた。フランス革命が起こると、1793年11月に逮捕され、10ヶ月間、サントペラジー監獄とサンラザール監獄に収監されたが、処刑は免れた。獄中で50点以上の絵画を描いた。ロベスピエールの失脚の1週間後に釈放され、その後、ルーブル美術館の設立委員会の委員に任命され、 美術館の装飾の仕事をした。1808年に心臓麻痺で死去した。ありがとうございます。